アブラナ科は、アブラナモクに属する、トカの一つ。4枚の花びらが十字架のように見えることから、昔は十字下科とも呼ばれていた。エペジー植物分類体系では、すべての植物の仮名が典型属に由来するものに改められたため、アブラナ属ブラシカに由来するものになっているが、旧学名も保留名として認められており、最新の書籍でも、 新名と保留名が併記されていることが多い。十字架状の花びらと細長い角化が特徴。わさびやキャベツ、大根などのように野菜あるいは香辛料として利用されるものを含む。また白いヌナズナはモデル生物として有名である。アブラナカは風潮草化と禁煙であり、エペジー植物分類体系ではこれもアブラナカに含めていた。 エペジー植物分類体系第3版では再び分離している。古い部にミロシン細胞という特殊な細胞があり、ヤワ細胞にはカラシ油配糖体を含むのも大きな特徴である。植物体が傷つくとミロシン細胞内の酵素が配糖体を加水分解してイソチオシアン酸アリルを有利する。この物質がカラシやワサビ、大根おろしなどに特有の ツンとした辛みの成分であり、昆虫などの草食動物による食害から防御する手段である。油中の野菜には、ん予防効果があると言われており、油中のイソチオシアネートの効果とも、イソチオシアン酸の誘導体が肝臓で、方合反応などによって解毒する作用を持っている、酵素に働きかけるためだとも言われている。スルフォラファンは、イソチオシアネートの一種で、 油中野菜の中でもブロッコリーに含まれ、がん予防効果があるとされている。総野菜、総果物摂取量全体では、乳がん発生との関連は観察されなかったが、閉経前の女性では、油中野菜の摂取量が高いほど、乳がんになりにくいとの報告がある。油中の植物には、抗平伝性があるものが多い。スメチルシステンスルホキシドを含み、 半数動物の腸内での化学反応の結果、ジメチルジスルフィドへと変化し、牛や羊などで溶血性貧血を起こす。かつて、油中の植物はデザイナーフーズ計画のピラミッドで二群に属しており、二群の中でも最下位に属するが、ガン予防効果のある食材であると位置づけられていた。25連に338属が属する。ありがとうございます。